ミロスラブ・ジュキッチは、ユーゴスラビア出身の元サッカー選手、サッカー指導者、セルビア代表である。ポジションは DF。現在は、西軍ダディビシオンのスポルティングで基本の監督を務めている。初の海外遺跡は、スペインのデポルティー・ボラ・コルーニャだった。1990年の遺跡当時は、西軍ダディビシオンに在籍していたが、 1990から91シーズンを2位で終えてプリメーラ、リビシオンに昇格すると、昇格2年目の1992から93シーズンには3位に入った。1993から94シーズン、1994から95シーズンと2シーズン連続で2位で終え、1994から95シーズンにはコパデルレイで優勝した。1997年、 バレンシア CF に移籍した。2000年と2001年には2シーズン連続で UEFA チャンピオンズリーグ決勝に進出した。2001から02シーズンにはリーグ優勝を果たした。2003から04シーズンに1シーズンだけ CD テネリフェでプレーし現役生活を終えた。現役引退後は指導者の道へ進んだ。2006年に U-21 セルビア代表監督に就任し、UEFAU-21 欧州選手権2007予選ではプレーオフを勝ち抜き、UEFAU-21 欧州選手権2007本大会では準優勝に導き、同時に北京オリンピック出場権を獲得した。2007年12月25日にはセルビア A 代表の監督に就任し、 U-21 セルビア代表と兼任することになった。しかし2008年は不運が続き、北京オリンピックでは一勝もできず U-21 オーストラリア代表との特殊点差でグループ再開となったため成績不振を問われ8月19日に兼任していた A 代表も含めて解任された。2009年には RE ムスクローンを率いた。 2011年3月、リーグ戦で最下位に沈むリーガイスパニョーラのエルクレス、CF の監督に就任した。2010から11シーズン終了までの契約である。エルクレスの降格を止めることはできず、シーズン終了後に退団。2011年7月6日、3年契約で、レアルバヤドリードの監督に就任し、初年度の2011から12シーズンにチームを一部に、 昇格させ、翌シーズンは14位でチームを残留に導いた。2013年6月上旬、エルネスト・バルベルデの公認として、フルス・バレンシアの監督に就任した。しかし、2013年12月16日に、アウェーでのアトレティコ・マドリード戦に0から3で敗れ、シーズン8敗目を起死9位と低迷し、解任された。2014年10月20日、 アルベルト・フェレールの公認として、コルドバ CF の監督に就任した。2017年6月、ビデオトン FC の監督に就任したマルコ・ニコリッチの公認として、パルチザンの監督に就任した。チームを12シーズンぶりの UEFA ヨーロッパリーググループステージ突破に導く。またセルビアカップ優勝も達成。2019年12月22日。 セグンダリビシオンのスポルティングで基本の監督に就任した国際 A マッチ48試合に得点。ありがとうございます。